こんなものが、ね、募集されてます。埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例骨子案に対する意見の募集について、募集期間は令和4年5月3日から令和4年6月2日、まさに今ですね、来月の2日までです。多くの県民の皆様のご意見を反映するために下記の通り県民コメントを募集いたします。だそうですね。提出先は、自民党埼玉県支部連合会コメント専用フォームがありますと、下の概要欄にね、そのアドレス貼っときますので、県民の方はね、そこから意見を出したらいいんじゃないかと思います。いわゆるね、パブリックコメント的なものですね。普通でパブコメっていうと市町村だとか都道府県がやるもので、これはまあ正確にはパブコメっていうより、まあ、あくまで自民党というね、民間団体が意見を募集してるんだけども、よくね、パブコメってね、誤解されがちなんだけども、投票じゃないんで、よく勘違いした人がね、なんかいっぱいそのコピペしたね、意見を送ったりだとかね、でそれを受けてマスコミがなんか賛成意見何件、反対意見何件とか言うけども、そういうの意味ないですからね。その数の問題じゃなくて、これはね、そのこうある案に対して、それに対してなんか漏れがないかとかね、不備がないかっていうことを検証するために意見を募集するっていうことなんで、まあ、一人一人心を込めてね、ちゃんとね、意見を書かないとは意味がないわけです。それが同じ意見が何件あったなんていうことは全くどうでもいい話なんですよね。だからなおかつね、これ県民から意見募集してるんで、埼玉県民が出さないと意味ないと思うんですね。私はあの神奈川県民なので、もちろんあの出すつもりはないんですけども、でね、ブラック差別解消の推進に関する条例、これはね、その骨子案、本当になんか条文あるのかと思ったら、本当に簡単に箇条書きでこういう内容を定めますっていうだけのことですね。ちょっと見てみますか。目的、ブラック差別の解消を推進し、ブラック差別のない社会をなんとかかんとか、あと基本理念、すべての県民が等しく基本的人権がなんとか、ブラック差別の人種に何人もインターネットを通じた情報の提供、ここはね、ちょっと後回しにします。で、県の責務とかですね、県民の責務、いや、でも県民に責務を負わせる条例っておかしいんですよね、本当はね。あの、こういうことで、理念法みたいなもので。あと、事業者の責務、あ、事業者にも責務を負わすんですね。教育、啓発、相談体制の充実。まあ、このあたりはですね、うん、まあ、ほとんどはですね、これ、いわゆるあの、国の、ブラック差別解消推進法とね、同じようなところですね。ただ5、6に関してはちょっと一歩進んでますね。県民の責務、事業者の責務、県の責務。だからまあ予算を出せってことですね、同案について。まあ基本的に僕はこの条例はおかしいと思うんですよ。ただね、ブラック差別の禁止、このね、インターネットを通じた情報の提供、このあたりもね、なんか本音があるのかもしれないんですけども、あの、多分ね、あの熊谷のね、ブラック探訪とかで、熊谷市だとかね、あ、まあ、あと、もちろん解放同盟のあの、片岡明之さん、あの、埼玉県連の人ね、あの人もなんかもう怒り狂ってるんだけども、まあ、そういう影響があってこれを作ろうっていう話なんだけども、でもね、結局理念法なんですよね、罰則はないんですね。で、やっぱこのブラック差別の禁止のところ読んだんだけども、これはもう私の勝利ですね、ブラック探訪を禁止する条例じゃないですね。読売新聞なんかね、その部落の場所をインターネットで書くのは禁止するような条例を作るみたいなことを言ってるけど、あれミスリードですよ。これちょっと読んでみますね。何人もインターネット等を通じた情報の提供、結婚及び就職に際して身元の調査、その他の行為により部落差別を行ってはならないっていうことなんで、これはね、読み違えちゃダメですよ。これはそのね、情報の提供や調査はむしろやってもいいんだっていうことですからね。それによってブラック差別をやったらいけないっていうことなんです。だからこれはね、その情報の提供だとか調査ありきの条例なんですよ。そういうね、そういう情報の提供、部落の研究をして、それを明らかにすると、ね、いろんな調査っていうのが行われてるからね。うん、例えば、まあ、あの、埼玉に関しては僕も、あの、エタ人別を発掘して、なんかその、埼玉工業大学の近くの長谷川さんのルーツがエタだっていうとこまでね、僕は突き止めましたからね。そういう歴史研究は、まあ、やっていいんですよ。やることが前提なんです。ただ、それに関して、ね、やっぱりね、その、おかしなね、
考え方っていうのが広まってると弊害が生じるから、そこはね、部落差別をやってはいけない。この部落差別っていうのには、エセ同和行為も含まれるわけです。ね、だから、この研究が進んで、どこが部落かとかね、そういうことがね、オープンに議論されるようになってきたと。それはいいんだけども、そこで弊害がないようにこういう配慮をして、こういう条例を作るっていうことなんで、むしろこれはですね、こういうインターネットを通したこの部落情報の提供、部落探訪、これを禁止するっていうんじゃなくて、まあ、そういうことを推進するためにそれに対する弊害を、ね、わざわざ防止してくれる条例なんですよね。まあ、この案の通り通るんだったら。だからね、読み違えちゃダメです。これはね、部落探訪を推進するための条例というふうに考えていただければいいかと思いますね。だから、もう県についてもね、県民についても事業者についても、これはですね、ちゃんとね、部落差別の解消のために協力しないといけないんですが、エセ童話を排除しないといけないし、そのね、こうやって部落の研究が進んだことを悪用するようなね、いわゆる輩というもので、徹底排除していかないといけない。まあ、もっと本当は踏み込んでね、このあからさまにその部落っていうことが分かるようになってる童話施設、埼玉にもありますよ。まあそれだけならともかく、やっぱり実際にね、その部落というものを行政が特殊な扱いをしてしまってる、そういうことをね、今後やめていくっていう方向に進まないといけないんですよね。まあ実際深谷市あるいはあの辺りの自治体っていうのはね、本当にね、そういうことをやったんです。完全にそのエセ童話排除、その童話行政もね、もう終わらせるってことをやったんだけども、それでなんか解放同盟から訴えられたんですよ。面白いですよ。解放同盟がね、童話行政終結は差別だみたいな感じで、あの深谷とかあの辺りの自治体を訴えたんだけどもね、負けたんですね。片岡さんが負けたんです。だからあの辺りのね、先進的なちゃんと部落差別の解消の取り組みをやってる自治体っていうのもね、埼玉にあるんで、まあ特にね、深谷市なんかはそういうことをちゃんとね、真似た方がいいです。良い例っていうのをこう真似ていかないといけないです。だからね、この条例ができた暁にはもうこの部落探訪をね、もうさらに推進してね、それらの情報をこの部落差別の解消、この童話行政のね、検証で、エセ童話の排除ということにね、活用していかないといけないなというふうに思います。まあそれでもね、埼玉県民の方で意見がある人はぜひね、このフォーム、繰り返しになりますけども、下の概要欄のアドレスのフォームから送っていただければいいんじゃないかと思います。ということで、今日はね、こんなものがあるんだよというお話でした。